魚住チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日はですね、ソニーの最新の大口径ズームレンズ、こちらです。 FE7200F2.8GMOSS2型、 こちらを使ってポートレートをモデル鈴原ゆりやちゃんで撮ります。まずですね、持った時のこのバランスの良さ、そして一応カタログスペックを見ると 400g 以上軽くなったぞという、でなおかつオートフォーカス爆速で、ボディが α1、 この組み合わせで撮ってみた絵を見ていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。魚住チャンネルご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、ソニーから出た新しい大口径ズームレンズ FE7200GMASTERGMOSSF2.8II、 これを使ってポートレートレポートしたいと思いますので、皆さんじっくりと見てください。モデルは鈴原ゆりやさんです。よろしくお願いします。200mm 側です。開放 2.8、テーブル補正モード1を入れてますね。でこれ実はですね、3にするとカメラマンも動いてて、あとモデルも動いてて、もうテーブル補正が強力にかかるみたいな、そのモードがつきました。通常は1でいいと思います。で、ちょっとフィードもしますね、まあ、まだ書き込みがちょっとありますが、本人が動いてるのを、α1 とこの FE7200GMOSS2型、もう最高のスペックでモデルを追います。なのでちょっと皆さんにその辺を体感してほしいなというふうに思ってます。逆光で撮ってても結構強いです。フレアとか、まあ、ほぼ出てこない、太陽を入れない限りで、抜けがめちゃくちゃいいですね。でもう一つこのレンズの素晴らしいなと思うのは、オートフォーカスが爆速です。体感したことのないぐらいの速さで、その瞳オートフォーカスがモデルを追います。ですからその α1 の持つカメラのポテンシャルもあるんですけど、今までの、そうですね、1型を使ってた時の感覚とは全く違った風でピントを追いますので、ぜひぜひ皆さん新しいタイプちょっと注目してみてください。ですね、ちょっと段階的に 200mm、135mm、100mm、70mm の開放で、モデルとカメラマンの距離は同じで、背景がどのようにボケていくかとか、その辺の距離感を分かるような形で撮ってみましたので、これも後で写真になれますから皆さん見てください。
今の画角、カメラマンとモデルの距離がこの距離で撮ってると、実はその単焦点だと 50mm、85mm の形で選んでくると思うんですけど、大口径ズームで今撮ってると 70mm から 100mm ちょっとぐらいの感じのところで、微妙な設定した上でもうドンピシャの画角で合わせれる、これがやっぱね 2.8 のズームのポートレート撮るときには非常に有効な、そうだな、うまみがあるんじゃないのかなと僕は思ってます。あと今モデルとの距離見てくださいね。太陽も真後ろなんですよ。逆光で撮ってます。で髪の毛のエッジが綺麗にキューティクルがキラキラ光るみたいなところで狙ってるんですけど、少し逆光で撮ってますからね、ホワンという感じがします。そのホワンとした感じが、なんだろう、上品なボケにプラスしてすごくしっとりとした、まあ、ユリアちゃんが浮き上がってくるんじゃないのかなというふうに思ってますね。手上げてみた、手上げて、ちょっとこっち見て、はい、こちらの組み合わせ FE70mm から200mm、 F2.8 GM-OSS 2型、そして α1 を使ってただいま撮ってまいりました。いやー、オートフォーカスの食いつきめちゃくちゃ良くて、もうピントを本当に一つも外さずにゆりやちゃんが動いてるのを全身綺麗に撮れる、そしてポートレートにこれ最適な焦点距離で撮ってます。ズームレンズなので、カメラマンが同じ位置から微妙な角度を合わせた上で焦点距離で撮れる、この画角を決めれるっていうメリットはすごく美味しいなと思いました。で出てくる絵もこれね、シャープでなおかつ抜けのいい絵です。そしてボケも綺麗です。その辺をぜひぜひチェックしていただいて、ゆりやちゃんのファンになってくださいね